こちらのチュッパチャップスを使って今から不思議なことをしたいと思います、はい、で何をするかというとこの白い棒の部分をこうやってね手の動きとか傾きを使わないで動かしたいと思います、はい、どう動かすかというとおまじないをかけます。そうすると今ちょっと動いてわかりますか、回ってきてる、おまじないをかけていくと徐々にチュッパチャップスの動きが上がりました。今立ちました。さらにもおまじないをかけていくと最終的にね倒れてしまいました。なんでよかったらね調べてやってみてください、はい、実演ではね手の傾きや勢いを利用しませんとは言ってるんですけれども実際は手の傾きを利用しています。手の角度をねこんな感じでつけていくことでチュッパチャップスは回転するんですけれども今みたいにね露骨にやってしまうとバレてしまいますので手全体を下げていくと指先の位置を変えずに手だけを下げていくことで角度をゆっくりつけていくことでバレにくくなります。そしてさらに僕はこの演技を始める前に実演みたいにですねこんな感じで手を動かしてもチュッパチャップスは動きませんということを強調しておきます。これは指の間に棒の部分を挟んでおくことで動かさないようにすることができます。この動きを入れておくことでね手を動かしたぐらいじゃチュッパチャップス動かないんだなっていう印象を強めておくことであとはね手全体を下に下げていってゆっくりと自分の手の動きに合わせてチュッパチャップスが傾いていくところを見せていけば一人でに立ち上がったように見せることができます。まあ、このマジック自体もですねそんなに種が難しいものではないのでネタバラシしてみんなでねできるかできないかみたいな感じでやってみると盛り上がるんじゃないかなと思います。スマートフォンお借りしていいですか。はい、はい、ありがとうございます。こちらともう一個ね使うものがあります。こちらの風船です。ちょっと膨らませますね。はい、膨らませました、はい、じゃこちらと先ほどお借りしたスマートフォンよく見せてください、はい、こうするとわかります、はい、一瞬にしてね貫通してしまいます。そしてちょっとね膨らませてみますね。わかります、これ完全に入っている状態です。やばいですよね。はい、お返しします。このマジックはですねもともと数年前に流行ったトリックなので知ってるよっていう人も多いと思うんですけれどもただねこれ未だにめちゃくちゃ盛り上がりますからぜひねやってみてください。風船なんですけれどもだいたい12インチぐらいの風船がおすすめです。それ以下だとね小さくてすごい風船貫通させづらいのでできるだけ12インチ以上の大きい風船を用意してください。そしてなぜだかね理由はわかんないんですけれども赤とか緑みたいな濃い色だとすごいやりづらかったですね。黄色の風船が個人的には一番やりやすかったのでこのトリックを聞いてもできなかった人は黄色い風船でやるようにしてみてください。やり方なんですが膨らませたらですね上の口をしっかり結ぶんじゃなくてこんな感じで指で挟んでしぼまないように保持します。でスマートフォンを借りたらこのスマホに向かって風船をこんな感じで上から押し当てます。で押し当てた状態で上の空気を抜いていくと反対から見るとですねこんな感じで中に入ったように見えるんですけれどもひっくり返してみるとねこんな感じで穴が開いている状態ですね。貫通させた後はこの穴の開いている部分を手で隠してひっくり返すと本当にね中に入ったように見えます。ちょっとした演出としてこの状態で少しね空気を入れてみます。こんな感じで少しだけ空気を入れると手を離してもね浮きますのでこうするとね本当に中に入っているように見えます。で僕はねこのまま空気を抜いてお返ししますって言ってるんですけれどもああこうなってたんだみたいな感じでちょっとしたね小ネタみたいなマジックとして種明かしして大体終わってるケースが多いです。取り出す方法としてはねこのまま空気を入り続けるとこんな感じで、ね、取り出すこともできるんですけれどもお客様の携帯を落とす可能性がありますのであまりおすすめはできません、まあ、なのでねそのまま手渡しして調べてもらってああこうなってたんだみたいな感じで終わるのが僕個人的には一番盛り上がって面白いかなと思います。大きい音もなりますのでちょっとしたねイベントとかパーティー会場でやるとすごい注意を引くマジックでもありますのでぜひ気軽にトライしてみてください。スマホと輪ゴムを使ったマジックをしていきます。スマホに輪ゴムが二重になるようにですねしっかりと巻き付けます、はい、そうすると、まあ、簡単には取れない状態ですね。よく見ていてください。この輪ゴムが端っこの方からスルッと取れた。はい、完全にね今貫通してスマホを通り抜けてしまいました。なんで。ぜひ調べてみてください。まず輪ゴムを普通にスマートフォンにかけます。そしたら二重にすると言ってこのままですね輪ゴムを一度こんな感じでくるっと回転させます。回転させたところを親指でこんな感じで押さえます。で押さえた状態で今度ですね上側の輪っかをさっきと反対の方向に
回転させます。そしたらそのままね上の方に引っ掛けてしまうと、はい、こんな感じでね輪ゴムが引っ掛かっているように見えるんですけれども、実際ここのね親指の部分で押さえたところはこんな感じでね離すと輪ゴムが取れてしまう状態になっています。これを相手から見えないようにして一瞬で行います。そしたら二重にしたら簡単には取れない状態ですねと引っ張ったりしてお客様に示したら、スマホの端と端を空いている手でこんな感じで指で挟んで持ちます。でその時にこの親指で押さえている部分を離してしまいます。まあ、ちょっとね音が鳴ってしまいますが、そんな大きい音は鳴らないので大丈夫だと思います。スマートフォンの端っこから指を真ん中の方にゆっくりスライドさせていくと、輪ゴムがスマートフォンを貫通したように見えます。今ちょっと悪い例だったんですけど、端っこからね輪ゴムがはみ出ないようにしながら真ん中に持っていくとね、スルッと端っこから貫通したように見えますので、指の隙間から輪ゴムが飛び出ないように気をつけてやってみてください。個人的には全部紹介したマジック種がバレても何も問題ないものだと思ってますので、最初の一瞬だけびっくりさせたらね、実はこんな感じになってましたよみたいな感じでネタバレして盛り上がってみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。皆さんが日常で演じやすい素晴らしいマジック、これからもどんどん配信していきますので、チャンネル登録して次の動画も楽しみに待っていてください。バイバイ。